るプロ男子への道と申しました。はい、ということで、この時間のゲストは番組の企画を得て見事プロ男子の試験に合格したアフィリアサーガのニクタンです。プロプロよっロープ、なんだこれ。ありがとうございます。さあ、こういう企画はですね、合格というゴールを伝えたらそこでおしまいになりがちですが、レンジケチャーしっかりと続報を届けていこうということです。前回ね、プロダンス試験の結果発表では仮免許、そんな状況でしたが、その後、大丈夫ですか。はい、どうなの。4月1日から日本プロ麻雀協会さんの、ホームページにも載っちゃいました。載っちゃえばこっちのもんですよ。なんか、そうなんです。あの免許証的なものを見ててはないんですけど、なんかないの、なんかなんもないんですよ。なんかそういう証明書みたいなものがないんですけど。なんだよ、せこい教会だな、おい。教会をディスんだよ。せこいな、なんかくれよ、なんか免許証とか。なんか欲しいですよね。なんかね、でもなんかそのホームページを見てすごい実感が湧きましたね。そうですよ、ホームページに名前が載ったんだからもう間違いないですから。そう、もうこのアフィリア制服の写真が載ってるんですよね。そうだよ、そうだよ、完全な宣材写真が。宣材写真って言い方やめろよ。そうなんですよ、なんかちょっと一人だけすごい目立ってる、ね、確かにそうですね、うん、男子の方々の中に混ざって。じゃあ今後はなんかそういう大会じゃないけど、そういう出たり、大会にもいずれ出てみたいです。大会に参加してくれるのかな、じゃあね。いや、これで出ないの。はい、もうこの制服で出ちゃいます。だいたいプロ雀士への道ってもうプロになったんだから、はい、もういいじゃない、もうプロ雀士への道ではない。あ、今出ました。出た出た出た。あ、これです、これです。すごい、本当だ。あ、他はどうなの。他もなんかみんなこういうチャラけた感じなの。チャラけた、チャラけたっていうの、ほらみんななんかちゃんと真面目な感じなんですけど。あ、チャラけたのもいるじゃない。みんな意外とね、意外とこんな感じですね。あ、でもやっぱり真面目な感じもいてね。あ、なんでアプリしたいの。確かに、でもなんか見た目派手な子もいるんだね。だけどすごい強いんだろうね。なんか麻雀の電音性とかないのかな。あ、コンピューターとやってるんだ。ね、こんだけ将棋がね、プロ棋士が。でも3人、2人コンピューターとかなんですか。それ俺に聞かないで。今フラッシュアイデアってやつだから。時々いるよね、フラッシュアイデアにツッコミ入れてなんか困らせる人ね。それがあなたです。ちょっとよくわからない。ちょっとよくわからない。まあしょうがない。いや、でもそんなのあったらもしかして出れちゃうね。出たいですね。これでいろんな活動の幅もまさか広がるとは。はい、麻雀の番組とかもあるしね。ね、ありますからね。出たいです。あの、麻雀の番組を作ってください。あ、確かに。それは出せ。それはスタッフ作ってください。どうなんだろうね。あ、OK よ。あれ、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 OK マークと見せて。あ、OK じゃなくて、金。みんなで金を作ってんの。コインが手の上に乗ってるんだよね。あの、お金は社長に出していただいて。なんで俺なのかな。でも、ポケットマネーで。パケッツ。ポケットの方で、うん、ポケットの方ね。あの、ご褒美で受かった。受かったご褒美。はい、ご褒美だってもらってないんでしょ。はい、もらってないんですよ。もらってないんだよ。それね、そういうのはね、受かる前に言わないとダメなんだよ。受かってから言っちゃダメなんだな。もうこっちにギャンブル性ないじゃない。やっぱ多少ギャンブル性ない。え、でもミクポムが受かるって思ってなかったですよね。あ、自分のことやっぱミクポムって言うんだよね。はい。話そらしてません。ミクポムが受かるとは思ってなかった。ですよね、正直、はい、すごいね。一言で終わらせたわ。いや、でもどれぐらい強いのか分かんないじゃん。だって確かに分かんないですね。分かんない、分かんない。一回打ってみない。打ちます。打てない、打てないんだけど。まあ、ほとんど打てないんだけど。はい、あの、役満いくつか知ってる程度。残念。数えられるの。でもね、数えられますよ。そんなプロですもん。そんなね、麻雀のできない千代丸さんのためにこんな企画がありますよ。なんだね。特別企画、千代丸さんからダンって言ってやって。これか、電人フィンガーサーチなの。なのです。何なのです。プロ男子ともなると灰を見ずとも触っただけでどんな灰が当てられるという話がございます。いや、ダメなんでしょ。でもモーパイみたいなのは。まあね、でもまあまあまあ、そんな話がありますよ。あ、まああるね。ということで、ミクタにもプロ男子になったからには指先だけでいろいろ当ててもらおうということで、電人ボックスカモン
レンジボックス、こんなこ回るとこなんですね、斎藤アナみたいな。おー、出てきた。忘れてない。なんだこれ。こちらがその電磁ボックスです、いわゆるですね、箱の中身は何だろうなをお届けいたしますよ。返しが見えないようにしてくださいね。ちょっと今見えちゃってますね。おー、見えちゃダメだぞ、見えちゃダメだぞ。我々の前にはモニターあります。これをね、今から消しちゃいます。皆さんのコメントも何も見えなくなりました。ニコ生画面も一切消えてしまった、はい、ということで、さあここからミキさんと我々レギュラー陣で対決をしていこうと。これ消えてるとなんか寂しいもんだね。そうですね。なんかボランティアがないと。やってる感じがしないですね。ということでね、箱の中身は何だろうな、わかりますかね。箱の中身は何か、この中に手を入れて何かを当てていく。いわゆるそういうこういうゲームで、ね、はいはい、触ってね。それを我々とミクちゃんで対決しようということで。はいはいはい。まずはミクちゃんからなんですが、お相手は僕かららしいです。おっ、長渕さん、はい、まずは両手を入れて中身を当てるってことね、はい、当ててください、はいはい、入れていいですか、入れてください。え、なんか、なんかあった、なんだなんだなんだ、いわゆるそれ、それ、なんか今あった、それそれ、マジか、それか。でも生き物はいないんですよね。生き物入ってんの。生き物じゃなくて生物。大体動いたっていう時は動かないやつだよ。いわゆるそれは。でもなんかさっきと違うとこにいるんですけど。マジで。なんか、だけど死んだものはいるんでしょう。本当に？もっと生きてたもん。放送見てる人は中身もう見えてるから。見えてるってこと、ね。見えてる。でもなんか、さっきいたとこにいなくなってる。あんまり動かない。あんまり動かない。あんまり動かない。どこにいます？そういうこと、生きてないですよね、まあ、とりあえず答え、答えをじゃあここまでで答え出ますか。ワニはまあコメントだけ出てきた。コメントだけ出た。ワニってことはないでしょ。ワニだった今。煙じゃなくて書いてある。コメントに答えが書いてある。コメントで書いてある。ワニが噛まれたんですよ。噛まれた。だってコメントワニ正解って書いてあったから。ワニ正解。ワニって。ワニ正解。今噛まれたから気をつけてください。噛まれた。ワニに噛まれるようなものなのこれ。これは消えちゃったよ。おー、イエス、わかりました。本当だ。この私がわかっちゃった。たわしですね。どこが噛むんだよ。ワニ、なんか、ワニっぽさゼロなんですけど、なんか今指噛まれたんですよ。噛まれた。まあ、いいよ、アイドルっぽさはあったから、ね、大丈夫大丈夫。さあ次の相手はですね、ミクちゃん対千代丸さんでございます。はい、いや、これやりたかったな、こういうの。今仕込んでます、うん、スタッフが一生懸命仕込んでます。ワニの次にね、ワニの次に何を仕込んだのか。どっちからやるのこれ。俺はミクちゃんでしょ。あ、なるほど、はい。じゃあ、このジャンシー新鮮な反応は見ないですね、はい、これはね、答えられないとやばいですもんね。そうだね、やっぱジャンシーって指先命ですからね。入れますね、うん、命の人にたわしを持たせるのどうなんだろう。危ない。危ねえっていう。大事です、こういうの大事です。ミクポンの、 あのリアクション薄いので有名なんですよ。これで薄かったらどうするんだろう。なんかもうここにいるんですけど。なんか芸人にもなれそうな、いろいろプロ芸人活躍も。ちょっと触ってみなよ。今変に触ってみなよ。なんかこっち側にいるんですけど。こっち側にいますよね。こっち側にいる。そっち危ないね。何何右から触ったら大丈夫。いや、生き物ではないでしょう。生き物ではないでしょ、さすがに。あ、スタッフもそこまで鬼じゃないの。何これ。高い高い。あ、なんだろう。え、匂いとかある。生臭いとかね。そう、手についた匂いとかね。やだな、うん、それ。でもなんか棒みたいな。ジャンシー関係ねえよ。棒みたいなやつです。じゃあそろそろ答えもらいましょうか。ここまででね、はいはい、大丈夫ですか。わかった。わかった。わたあめ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 がもしかしてヒントかもしれませんから、ね、ヒントになってるかもしれない。びっくりした、ね、はい、持ってくんだ、うん、俺は千代丸さんがこれ俺そのままやんだ。じゃあもうわたあめヒントになっちゃってるじゃん。なっちゃってますよ、うん、それはもうわたあめかもしれないですから、ね、場合によって、うん、これねやっちゃって。ああ、確かに。ああ、こっち気持ち悪いねこれ。軽くビビってますよ。何これ。軽くビビってますよ、あの人。あの人ビビり。なんかネトネトしません。
左側ネチョネチョしません？ネチョネチョ、ああ、こういう、これあの、ほこり取るお掃除のやつ。おお、え、これって絶対に高校の方が有利ですよね。じゃあ、先攻後攻入れ替えましょうか。次の対戦相手は名人でございます。なので、名人からじゃあ行ってもらいましょう。さあ、どう言えないようにね。あらあら、名人、名人、いい反応が見たいな。出川さん並みのリアクション待ってますよ。いい反応見たいな。ほんと？うん。キャーって、おでんかな。あれ、ないよ。熱々のおでん。下にあるっていうスタッフが言ってますか。ちょっと見えた、今。名人。これはですね、お、あの、あ、もしかして廊下っていう敵が思い出して、アイスノンみたいなやつ。わー、あれだよ。じゃあもう一回やりましょうか。ちょっと触ってみ。あ、触ってみって言う、うん、なんで、もう分かる、ちょっと待って、ちょっと待って、これなんでアイスの触らせてんだ。そうだね。じゃあ、締めたいよ、触ってみて。もう一つ、じゃあ、うん、じゃあ、とりあえず、じゃあ、どうしましょうかね。順番からいて、ナッキーからいきましょうか。ナッキー、もうね、スタッフがバタついてますね。必死に仕込んでます。そうですよ、考えてみたら、女子にやってもらった方が、これ盛り上がるじゃないか。男はダメだよ、見えないよね。うん、そうそう、頼むよ、ミラッキー。ラッキースタート。ちょっと、俺は見てもいいんでしょ、うん、見てもいい、見てもいい。ダメだよ、脇から見ちゃダメだよ。あー、なるほど、脇から見えちゃうとね。え、なに、ちょっと外見たい、行こう。なに、行こう行こう。なになに、骨みたいなやつ。骨みたいなやつ。これはね、これは、はい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 、これはね、あの、なんだろうね、卑猥だね、これはね。卑猥。じゃあそろそろナッキー答えをお願いしたいと、うん、ガチでガチでガチで、これ分かったら結構なもんだよ。ちょっと待って、え、それは言って平気なやつなんですか、卑猥なの。あのね、ギリギリ大丈夫だから、それアイドル的に OK ですか。大丈夫なやつでしょ。リコはまずい、さすがにまずい、やばい、まあ、時間です。何でしょ。あ、出た、え、違う、今何の種類かを、トカゲなのか、うん、そこも、ね、8種類を最終的にワニっていうね。ワニあったんじゃないですか。残念ながらミクちゃんが感じ、このどうしよう、このままだとあれなんで告知して帰りましょうか。はい、告知していいですか。はい、お願いします。はい、ですね、アフィリアサードの11枚目のシングル、プレミアムワンマンライブグランドデスバレーの冒険の DVD が4月9日水曜日に発売されます。ですね、今 5PB 公式通販サイト 5PB オンラインショップでご注文いただくと、こちらのブロマイドがランダムで1枚プレゼントしています。はい、ここでしか手に入らないので、ぜひぜひご注文お待ちしています。はい、それからですね、今ワンマンツアーが始まっていまして、台湾ツアーが終わって、今週末、来週に名古屋、それで、最後が東京なんですけど、全部で7公演になっています。詳しくはフィギュアサードの公式ホームページをご覧になって遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ということで、以上、ロジャンシエの道でした。